格総広氏は中華民国、満州国の政治家。北京政府、法天派の政治家で、後に満州国に参加している。字は、切り菓子は、菓子は、真の真子。日本に留学し、法政大学を卒業した。帰国後に管理委員初期津市となる。さらに調査府中学堂監督、法天森林学堂監督、今春副都頭勝利。 吉林東南土兵備道、同西北路兵備道、貧困道監督を歴任した。中華民国成立後の1913年1月、吉林久下学士に任命され、間もなく同省教育士市長に改めて任ぜられた。翌年7月、吉永道院に移動する。1916年4月、森利吉林順安氏となる。翌年11月、正式に順安氏に任ぜられた。 1919年10月、罷免され、一旦天津に隠居する。1925年、高祖ただし弁、要査改定の秘書長として復帰する。要が、チャンス賞を追われると、格闘広氏は、三刀ただし弁、長総賞の下で三々に任せられた。1927年8月から翌1928年5月まで、警視図書館官長を務め、さらに、 中東鉄路、ただし弁にも認ぜられている。長が国民革命軍の北伐に敗北してケアすると、核もまた天心に引きこもった。1934年3月、満州国では、愛新閣ら富儀が皇帝に即位し、満州帝国となる。この時、初代少書府大臣に、格総広氏が任命された。同年12月29日、在任中のまま格総広氏は、 肝がんのの試し去した、去年57、ありがとうございます。